記録にチャレンジしましょう。We're gonna break the record. 本当に全員なんとハンスクロック5分間に11個のイリュージョンに挑戦決定。では僕はここで失礼します。早速練習に取り掛からなければなりません。また後でお会いしましょう。それではまた。バイバイ。一行は世界記録への挑戦を待つ間、ハンス・クロックの恩師のもとを訪ねることに。向かった先はアムステルダムから車で走ること1時間、閑静な住宅街にあるこちらのお宅。中に入ってください。中にビッグマジシャンじゃないんだ。はい、はい、こんにちは。あれ、し、し、もしかして。何やら大勢の人が集まっている。実はここマジック専門学校、ダッチスクールオブマジック、プロのマジシャンを養成する世界でも大変珍しい学校。そして校長を務めるこの人物こそがハンス・クロックの恩師、ゲア・コッパーさん。マジックの世界大会で優勝経験を持ち、若きハンス・クロックにイリュージョンを指導、大きな影響を与えた人物だ。ハンスの恩師が教えているだけに、この学校には才能ある若者が集まる。11歳のこの少年はマジックを始めてまだ3年目。その腕前は、しっかり握れてる、うん、ほう、うん、うん、うん、おお消えた。消えた。わあ！増えた。何あるじゃん。この学校の生徒の多くがプロのマジシャンとして巣立っていく。そう、彼らは第二のハンス・クロックを目指し、日々訓練を積み重ねているのだ。せっかくなので藤井も。果たしてマジシャンの卵たちの反応は。 I hold stone like this. 2本のストローを指で挟む。そして交差するとなぜかすり抜けてしまう。もう一度ご覧いただこう。今度はストローが指をすり抜けてしまった。よかったよ。よかった、上から見てんだ。すごいよかったよ。僕たちにも教えてくれないかな。ちょっと就職しようか、ここ。講師。数々の生徒と向き合ってきた校長先生に、ハンスが世界的マジシャンになれた理由を聞いてみた。ハンスのことはこんな小さい頃から知っていますよ。彼は四六時中マジックのことばかり考えていました。今でもね。その頃、ハンス・クロックは前人未到の記録に向けてステージにいた。 我々はそのリハーサルの取材を特別に許可された。もう一回最初からやるぞ。日本のカメラが潜入するのは初めてのこと。今回は世界記録を作った2008年とは違う演目で記録に挑戦するという。成功させるには大勢のスタッフやダンサーの息を完璧に合わせなければならない。1秒でもずれた瞬間、チャレンジは失敗に終わる。そこにもっと人が必要だ。